幕末に江戸幕府第14代将軍徳川家茂の正室となった皇女和宮が実は替え玉だったという説です。和宮の左手が不自由であったこと、和宮の特徴とは異なるものであったことなど、和宮の正体について疑問が持たれた。1977年に作家の有吉佐和子が著書和宮様乙女で提唱したことで一躍注目を集めた。替え玉説は多くの人々の興味を引きましたが、歴史学者の間ではほとんど支持されていません。歴史学者は和宮が左利きで左手で書くことに慣れていただけだと指摘しています。和宮の死後、和宮の特徴とは異なるものであったことについて、保存状態が悪かったために和宮の特徴が失われたのではないかと推測しています。